竹生外観竹生はアンコール遺跡の一つ。クリスタルの古老の意味を持つ。10世紀末にジャヤバルマン5世により建設が開始されたが、王の死去により未完成のまま放置されたピラミッド型、ヒンドゥー人。竹生の田は、おじいさんの意味で、直訳すると、ケウジさんの意。タプロームやタ、ソムも同様である。地元では、プラサットケウと呼ばれる。ジャヤバルマン5世の死と、その後の内乱により建設が中止されたとされるが、建設中に、中央指導に落雷があり、神の怒りだと信じ建設を中断したとの説もある。回廊の外観部に、偽窓を造営し、内部に、採光や、通気のための真の窓を設けている。東西120メートル、南北100メートル、5層基壇の美しいピラミッド型をしている。四方に副指導を持つ5、タス銅型平面構造寺院。東西南北の4方向に塔門を持つ。現在は、水のない環壕の内側にある二重の周壁に囲まれ、立つ。建築が途中で中止されたために、当時の石材の積み上げ方をはじめとする、建築方法や手順などを解明するために役立った。砂岩を積み上げた構造体。彫刻が施されていないため荒々しい外観が、独自の雰囲気を醸している。建材は主に砂岩が用いられ、基部にはラテライトが使用されている。高さは50メートルにもなるために、威圧感がある。中央塔には、芝神が祀られる。クメール建築としては初めて回廊を設置した寺院でもあり、新しい造形への挑戦がなされている。完成されていれば、ピラミッド型寺院の中でも造形上、最上のものの一つに数えられた可能性が高い。建設が中断されたために、他のアンコール遺跡に多く見られる彫刻が施されていない。このためにかえって建築工程を知る貴重な情報を与える結果となっている。見学時には通常賑やかな南門へ案内されることが多いが、真の正門は東側になる。現在は寂れた印象の東側だが、教会遺跡と参道跡が残されており、この参道は500メートル離れた東原伊勢岩へと通じている。他の遺跡とは雰囲気を異にするのは、建設中断のための石が積まれたままの彫刻のない荒々しい外観とともに、もう一点、伽藍を取り巻く回廊の外観部に、偽窓を造営し、内部に、採光や通気のための真の窓を設けたが、この窓の構成が遺跡全体に閉鎖的、あるいは堅苦しい印象を与えているとの指摘もある。アンコールトムの東端の勝利の門から約 1km に位置する。シェムリアップの中心部から直線距離で約 9km。三輪タクシーで約20分。ありがとうございます。